した。こんにちは。はい、はい、豊さん、はい。ついにニュース入ってまいりました。はい、巨人を自由契約になっていた中田翔選手、はい。はい。どうやら中日入りが決まったというようなことですが。まあそうだね。うん、まあ12月に入ってすぐ立浪監督がね、はい、まあオファーをかけたということで、ね、まあそのオファーのかけ方がすごく熱意があったということでね。ね、真っ先にねオファーしたということだったんですけどね。まあそうだね。やっぱりどれだけ欲しいかっていうね、うん、気持ちが伝わったというふうには思うけども、はい、中田もそれに応えるようにね、うん、まあ即答というかよろしくお願いしますということで、うん、なんか一報を入れたというね、ね、まあ、ニュースが入ってきたけども、これ本当ね、中田選手はやっぱり試合に出たいということがね一番にあったということが。ね、そうだね、金銭何々よりっていうことだったんですけど、うん、どうですかね、まあ、チームの状況を考えると、うん、やっぱり4番ということに苦しんでるし、まあ、得点力ということにも苦しんでるという、それと中田はシーズン、100打点以上を記録すること結構あるし、打点王も取ったことあるしね、うんうん、だからそういった意味では、まあ、中田一人で解消できるかっていうとそんな問題ではないけども、うん、だけど相乗効果っていうのがね、うん、まあ、おそらく出てくると思うし、で、まあ、岡林というね、はい、まあ、安打製造機がいて、ね、まあ、大島もね、うん、出塁ということに関してはね、ね、すごく長けてる選手がいるし、うん、だからその中で返すバッターがね、いるかいないかによってもう得点能力っていうのは全然変わってくるし、うん、でその中田の相乗効果っていうのは、うん、やっぱそういうことにもあるし、うん、あとはその石川とかね、うん、やっぱ育てたいバッターがいるよね、うんうん、右バッターで、うん、まあそういった人たちのいい見本になってくれればね、うん、まあいいと思うし、本当中田ってね、俺一回言ったことがあると思うんだけど、うん、パリーグの時にね、はい、中田が、うん、セリーグでは坂本勇人、うん、パリーグでは中田翔って言ってたんだよね、うんうんうん、一番勝負強いのは。なるほど。だからまあバンテリンという球場広くなるけども、うん、まあ、だけどなんていうの、ホームランだけじゃないから ね、まあ、おそらく4番を打ってくると思うけども、はい、やっぱり一番大事なのは打点だからさ、うん、だからそういった意味ではなんかすごく活躍してくれるかなという感じはするよ ね、まあ、得点力ということで言えばね、もう本当にうってつけというか、もういや、まあ、もちろんそうだよね、そういうことですよね、はい、ね、まあ、通算でも千打線超えてるから ね、うん、だからそういう意味では本当に勝負強いし、まあ、1年間怪我なくやってくれれば、そうですね、まあ、それなりの100打点ぐらいの叩き出す力はまだ残ってると思うし ね、だから非常に楽しみではあるよ。そうするとまた次のシーズンの、ね、打点王とかね、そういったところも試合にたくさん出れば出るほど可能性はあるよ ね、うん、まあ、それと、うん、やっぱね、打順を決めるときって、まあ、俺もコーチのときとか監督と一緒にこう決めるときがあって、うん、でやっぱりね、4番を誰にするか、軸が決まってるかどうかによって全然変わってくるんだよね。あ、前後とその流れとっていうことですか、うん、だから今年、まあ、石川を4番にしたりだとかさ、はい、まあ、ビシエド持ってきたり細川を持ってきたりだとかさ、うん、まあ、いろんな選手を持ってきたんだけども、中田が一人いることによってその軸という意味では迷わなくて済むよね、うんうん、だから組み方としたらどうやって中田につなげるかとか、どうやったら流れができるかというその打線の組み方っていうのは非常に組みやすくなったと思うしね、うんうん、まあ、それと大事なところでは今年補強をした、中島、はい、ジャイアンツから言ったね、うん、これはこのバッターも勝負強いから、まあ、年齢的なその老いとの戦いっていうのは多分あるとは思うけども、うん、はい、やっぱその中島っていうのはやっぱ勝負どころ、代打の成功率っていうのは、うん、まあ、非常に高いものが多分あると思うんだよね、うんうん、あとは上林、はい、ね、これが化ける可能性だってあるし、うん、まあ、例えば山本、うん、右の内野手だから、はい、まあ、どこでも守れるし、まあ、左が先発の時に使われる可能性だってあるし、うん、まあ、あとは阪神から板山という ね、まあ、そういった選手が行ってるから、うん、まあ、ある程度のもう補強っていうのはできたかなという感じはするよね。そうするとこうね、今シーズンの中日のチームの色がだいぶ変わってくる、まあ、変わるよね、って感じですかね。ああ、変わる変わる、うん、変わるし、やっぱね、みんな喜んでると思うけど、うん、岡島とか、あ、
岡林とか大島がすごく喜んでると思うんだよね。これはなぜかというと、やっぱ俺も1番とか打ったことあるけどもね、やっぱ返してくれないと、せっかく出てもね、やっぱストレスになってくるんだよね、いくら出てもね。だけどこれを返してくれるバッターがいるっていうのは、やっぱこうなんとかつないでいこうとか、口では言うよ、次のバッターにつないでいこうと思いました、でも次のバッターにつないだって返してくれないじゃないかっていうふうに思う打線だったんだよね。それがなんとかつないだらなんとかしてくれるっていうバッターが入ったんで、だからこれはね、この岡林、大島あたりのこの 1,2 番を組むバッターたちがすごく喜んでるよね。多分一本のヒットが価値が出てくるもん。なるほど、得点につながるということでね。そうだから今年なんか岡林なんかは1本足らずで最多安打を逃したけども でも全試合フルイニングとかいろいろこう結構出てるんだよね、でもあんまり目立たないっていうのはさ、得点という意味では少なかったという、だから本当に中田が1シーズンフルに出たとしたら岡林は100得点以上、帰ってくるんじゃないかなっていうのは気はするよ。なるほど、まあ、そうなってくると本当得点力っていうのは上がってくるし、まあその秋広とね、一緒に中田が師弟関係でやってて、今年秋広が成長したように、そうですね、だから何かしらやっぱこう伝わるもの、伝えてほしいものっていうのは多分たくさんあると思うんだよね、まあ、それと広島戦だったと思うけども、サヨナラホームランを打った時に、秋広に見とけっつって、打席に立ってサヨナラホームランを打ってきた、これはやっぱりね、そのピッチャーが苦しんでる、じゃあどういう配球で来るっていうのをもう完全にインプットして、フォークボールだったと思うけどもホームランしたよね、だからそういう読み方とかそういうのも生きた見本、これが入ってくるっていうのはやっぱ大きいよ。いや本当そうですよね、だから成績っていうことも考えても大きいし、そういう姿とか考え方とか勝負強さの持ち方とかそういうものを考えると、非常に中日はいい選手を取ったなっていうね。そういう意味ではね、先ほども話に出てきた中島選手とね、中田選手、巨人から2人、そうそう、ベテランっていうかもう来るということは、ね、中日のこう打撃に対してすごくプラスに働くことがあるのかなっていうふうに今聞いてて思いましたけどね。まあそうだね、だからまあ他球団はやっぱ中日がちょっと打てば、得点能力がガンと上がってくれば、優勝候補のちょっと脅威ですよね、まあ A クラスには入ってくるような、本当に投手力を持ってるから、だからそういう意味では恐怖になってくると思うよ。そうするとね、中日の投手陣ってね、本当にいいピッチングをしてなかなか勝ちがつかなかったなんていう話はよくあったので、そこもね、もやもやしてるピッチャー陣も二分岐できることなんでしょうね。これはやっぱ心強い人が入ってきたっていうふうに思ってると思うよ、だからファーストの守備だってさ、中田翔はうまいしね、で他の内野陣、やっぱ中田翔さんだったら取ってくれるみたいな、まあ、それは思い切ったプレーもできるだろうし、だからまあいいことづくめだと思うよ。ね、あとカリスマ性というかスター性というかね、そういったものもあるのでね、もうチームのベンチの雰囲気だいぶ変わりそうな気がしますけど。ね、まあ、それと中田翔っていうのは自由契約だから、保証をしなくてもいいしね、選手がね、だからそういった意味では本当にいい、まあ、中日は。まあ、立浪監督とシーズン中に話した時に、誰かやっぱり軸が欲しいと、ね、こうなんかこう刺激のある軸が欲しいって言ってたけども、まあ、一番先に動いてね、まあ、射止めたという、まさにね、軸、本当にだから、まあ、立浪監督のこう執念が実ったというか ね、まあ、そういう獲得劇だったというふうに思うけども ね、はい、これは大補強ということで、ね、来シーズンますます楽しみになって、いや楽しみだよ、本当にね、相乗効果ってあるから、やっぱ中田が打ったら次つながるとか、で細川だっていい勉強になるだろうしね、中田翔を見てて、だからもう本当にいい補強だなっていうね、そんな感じがするよ、ねえ、はい、もうこの中日が強くなってくることでセリーグがまた、楽しくなってくるのかなっていうところもありますよね。まあそうだな、だから
本当にキャンプとかね、いろいろ見てて、まあこれから2月、まあ来シーズン始まっていくわけだけども、見て、本当にオープン戦とか、あ、ほら得点能力上がったなと思えば、それは A クラスの可能性だって、またはたまた優勝の可能性だって出てくるわけだから、まあただ一人の中田単体の一人の力じゃ無理だから ね、だけどそっからの相乗効果だとか、そういうものが非常に必要になってくるから、だからそこら辺をね、選手たちが一体となってやれば、そういうものも出てくるし、打線のつながりっていうのもね、出てきそうな感じがするから、ぜひ頑張ってほしいと思う。本当にね、チームの雰囲気がまた変わってね、いいように変わっていくといいですよね。まあそうだね、俺も移籍したことがあるけども、まあ、なぜ日本ハムに移籍したかっていうと、まあ他の球団もあったけども、やっぱ大沢監督の当時熱意とか速さなんだよね、だからまあそういうのっていうのはやっぱこう不安なもんなんだよ。どっかはあるだろうなと思いながらも不安なもんでね、それをすぐ立浪監督が直々に動いてくれて、熱意ある、まあ口説き文句もあったんだろうね、だからまあそういうことが伝わったということで、非常になんかこう早期決着ということで、なんかすっきりした ね、まあ、中田らしいし立浪監督らしいなっていうね、まあ獲得劇だったかなという ね、まあ、そんな感じがします。はい、もう来シーズンはね、たくさん中田選手の活躍が見れるかなというふうな、ね、はい、期待。だからもう始まってるからね、来シーズンは ね、もうね、だから中田翔おめでとう、はい、応援してるから頑張ってください。はい。